はい、先生お願いします。はい、お願いします。いよいよ今週末、はい。ジェイヌスの学術集会ね、はい。と日本ファッション会議と。今回ね、特に内容がね、面白そうだね。すごい盛りだくさん盛りですだよくさんだね。ね。最新運動器診療の全貌を学ぶと。かなりね、広範囲なこと、ね、言はっい。てたよね。はい。で、私もね、また奥野先生と、はい。血管リリースうんうん。VS 動中療法。はい。これね、実は手をやってるよね。はい。あと対談もやったよね。やってます。面白かったよね。はい。今回は肩ですね。まあちょっと楽しみ。あ、クロちゃんも出るね。そうですね。僕も二つばかし。今回はいよいよね、3回目。はい。股関節のパッシブリスの3回目ね。はい。で、実演で小林先生が実際にやってるところね。はい。で、これはね、エキスパートセミナーね、はい。時の様子です。症状として自己診断どこですか？ここです。治療科なので。横なんですね。まずざっと診察しちゃいますね。左足首ぐるーっと回しますか、ね。あと肩 ここめっちゃ硬いですね。あと内それ これきついですね。痛いです。ちょっと外側も一応確認しますけど、全然開きますよ。開いて開いて開いて、ちょっと硬いけど、こっちは全然、だから前方はそうでもなくて、真後ろもそうでもなくて、ここがちょっと硬いけど、かっこ硬い。ここですね。これが一番硬いですね。なんで、やっぱ、股関節の外側の上がやっぱり硬そうですね。これ硬いですね。ちょっとこの状態で足をぐっと外に開けます。これ足首を。こうです。こうです。全然アクティブにいかないで。オッケーです。なんで、やっぱり、単純に筋って感じじゃないですね。これはね。というわけで、側外になりましょうか。こうやってこうやりながら、で、それ角度を見て、で、ここを引き伸ばしながらやりたい。あ、そう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 、そういう感じです。なんで、こうなんですよ。いつも、ちょっと、ちょっと、それ一人じゃできない。私はね、前だとね、自重で結構ね、できたりするんですけど、で、ちょうど硬い角度っていうのを見つけてもらうんですよ。この辺で、ここ硬いかなとか、もっと下に行ってたら、下の方が硬いですよね。そこですよね。やっぱ感覚的にもそこで。もう一回触って、ちょっともう一回伸ばしてもらっていいですか。これで動かすと、どこで突っ張ってるかなっていうのは触診でもわかりますので、ここですね。ここが明らかにテンションが高いですので、ちょっと下げますね。別に後ろから見る股関節ですね。あれ、なんか。綺麗に骨頭が真ん中にあって、臼蓋が左側に見えて。なんで、結構後ろから股関節って皆さん見るイメージがない方が多いんですけど、こんだけ綺麗に見えます。で、側方にしても、小殿筋、中殿筋のこの下ですよね。ここにね、股関節方もちゃんと隙間からちゃんと見えてますので、そこです、そこです。なんで、そこの場合はそこでやりますけど、今回はちょっと後ろの後方の上方ですかね。特に硬いのは。で、見ると、殿筋見ると、ここで股関節方がね、綺麗に見えます。で、大腿骨と分かれて、この座骨と大腿骨と分かれて座骨神経が見えてくるっていう、先ほどの話ですけど、これずっと手前に行くとちゃんと骨頭が見えると。ちょっと動かしてもらっていいですかね。ちゃんとそれで骨頭が動く様子っていうのはあるけど、硬いね。これ昔怪我でもしたんですかね。怪我しました。なんで思ったかっていうと、ここの関節の一部がちょっと下にへこんでるんですよ。やっぱ腱板断裂後のフラットみたいな感じで。なんで、ちょっと断裂があって固まったハンコンっぽいようなイメージなんですよね。ちょっと先生、ここ本当はちょっともう、こいつ丸いそうです、そうで感す。じなんもう少しね、ここが丸くて、上に凸なんですけども、ちょっとフラットで削れちゃってるんで、なんで、一回ちょっとちっちゃい断裂とかあって、ハンコンになっちゃったのかなっていう印象ですよね。見方としてはパッド、リバーサルパッドとかと同じような感じですけど、じゃあ、すいません、もらいます。はい、はい、はい。
ここだとまだ軟骨があってちゃんと上に凸なんですけど、ここに行くのとこうやって凹むんですよね。ちょっともう下に行くとまだ凸なんですけど、このレベルがやっぱり凹んでるんですよ。針はあれに、25かな、5のロングかな、ちょっと先で25、うん、なんていうか 10cc で、はい、でビカルと、はい、そこに消毒です。で、あと、へこんでる場所ですね。ちょっとチクってしますよ。まあ、これもほとんど交差口というか、斜めというか、普段あんま気にしてないですね。で、今、針先がちょうど関節ポンのところに入ってます。で、今、少しずつ入れてます。硬っ。ちょっとね、握力勝負だな、これ。ガッチガチですね。待って、皆さんに見やすいように針先ちょっと寝かして針見やすくしますね、少し。これぐらいの方がちょっと見えるけど、うん、少し開いてきた、うん、よかったね、うん、今針先を少しずつ動かしながらバラバラバラってやってますけど、あ、だんだん消えますね、消えますね、まだと思う、よいしょ、よいしょ、もうちょっと下行くか。今フローブを少しずつ下方に下ろしながらリリースの場所を少しずつ広げていってます。ここだ、うん。ちょっとピンニングします。ちょっと硬いんで、針先でちょっと切り込み入れます。それ切り込み入れるっていうのはもう単純に。出し入れプラス、ちょっとテンションかけて、針先のベベルの先をちょっとピッて切る感じです。はい、手で見たのか。痛い時逆にちょっとテンション一回緩めて、はい、入れて、うん、で、もう一回。かけてもらって、あ、それもいいですね。いいですね。そうですね。そういいですね、それ。いいアイデアです。素晴らしい。全くその通り。さすがいけるか。ここが少しまだ残ってるんで、ちょっと切り込み入れて、これですね。うん、あ、だいぶ入る。ここ変わりますね。うん、ここで、あ、入った、入った。あ、ここ変わりますね。ここで変わりますね。はい。あ、これ入っちゃえばもういける感じするな。うん、入った、入った、入った。OK です。受けます。本当に硬かった場所にはある程度広げられた感じです。なんで針先で硬さの感覚見ながら、やっぱハンコの場所って入らない感覚とか寝ちゃうみたいな感覚があるんで、そこに少し針先で切り込み入れながら液体入れてみてっていうのを繰り返してるっていう感じですね。だから針でやる場合は弱託をしたり、あと EM 電気かけたりで動かしていってって感じですね。よいしょ、すいません。そしたらちょっと仰向けになっていただいていいですか。もう、行くね。全然行きますね。さっきだって20度ぐらいでしたね、うん、これ。40度ぐらいまで行きます。全然行きます。全然行きます。いいですね。もうちょっと上もやってもいいのかもしれないけど、下と。うん、とりあえずメインの場所はだいぶ取れた感じなんです、ね。二人いいね。はい、という感じです。前頭はこれでいいんですけど、側方とか今みたいな形でやってるんで、後ろであればもっと前にやってるって感じで前面できると思います。質問なんですけど、はい、今動かされて、まあ、ここが硬いです、はい、でも自分としてはこの辺になんかこう圧みたいなのがあったんですけど、それも消えてるっていうのが、はい、ここある程度消えると思います。うん、あの、こっちが硬くなって軸が整うと、周りの筋肉のテンションって変わるので、筋肉のその異常緊張を見る場合に関節後傾の軸がずれてれば、そっち改善すると、勝手に消える場合もあります。ただ特に外方の関節方はそんなにだから分厚くなかったので、可動域制限も。ただきっと小電筋、中電筋は、まあ、反射だろうなって、拮抗筋みたいな感じですね。あ、まあ、反射だろうなって印象でしたね。うん、だってここが痛いから一生懸命こうやって、はい、こっちだったのか。でも小電筋低周ももしかしたらちょっとやってもいいのかもしれないですけど、アクティブローブ、パッシブローブで全然変わんないんで、あんまり筋肉メインの要素っぽくなかったんですよね、診察上も。ちゅうことで、はい、ということで、はい、面白かったね、はい、うん、でこれでねかなり勉強だったね、うんうん、
あの診察がいいよね。はい、うん、ということで次回はね、今度小林先生がね、はい、患者で、うん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 、あれもで私が注射したんだけど、はい、その内容をね次回ちょっとご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。